オットーラッシュエミール・オットーラッシュは、ナチス・ドイツ親衛隊の将校。戦時中、アインザッツグルッペンの指揮官をしていた。最終階級は、親衛隊少将及び、警察少将。シュレースビヒホルシュタイン州のフリードリヒスルーへ出身。様々な大学で、法律や政治経済、哲学などを学ぶ。1912年に、マールブルク・アンデア・ラーンの大学から、 最初の博士号を受ける。1922年には、ライプツヒ大学からも博士号を受ける。二つの大学から、博士号を受けていたため、博士博士ラッシュなどと呼ばれた。第一次世界大戦中には海軍に入隊した。敗戦までに注意に昇進する。戦後は、ライプツヒで弁護士をしていた。いくつかの企業の顧問弁護士になる。 1931年9月に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。1933年に新英隊に入隊した。ナチス党の政権掌握後にラーデベルクやビッテンベルクの市長となる。1938年からはフランクフルトアムマインのゲシュタポ長官となる。アンシュルス後後にはオーバーエスターライヒ州でもゲシュタポ長官となる。 1939年には、米面メメレン保護領プラハの SD 長官となる。同時に、ケーニヒスベルクの SD と、保安警察の長官にもなる。1940年1月から2月にかけてラッシュは、国家保安本部長官、ラインハルト・ハイドリヒの指示を受けて、ゾルダウ強制収容所の創設に当たった。独ソ戦後。 1941年6月から1941年10月にかけて、アインザッツグルペンシーの司令官に任じられた。ラッシュは8万人を特別処置にしたことを報告している。特別処置とは殺害の因果である。また1941年9月29日から30日にかけて、ラッシュの指揮下で、アインザッツグルペンシーは、 キエフのバビアールで33,771人のユダヤ人を殺害した。1942年からは大陸石油株式会社の取締役となる。戦後の1947年9月、ニュルンベルク継続裁判のアインザッツグルッペン裁判に他のアインザッツグルッペン指揮官と共に起訴されたが、健康上の理由から百四十八年二月五日に、 彼は裁判から降ろされている。同年11月に死去。ありがとうございます。